もこんにちは、T1 スタイルズです。うい、妹のキノコっす。てかにー、ここマジどこっすか？あれ、グランドバトルじゃん。なんでマッチングしてんだ？あ、これが噂に聞く。ティア10だけがマッチングするっていう、30対30の特大マップっすか？いやそうなんだけど、これマッチングしないように設定できるから、自分はマッチングしないようにしてたんだよねー。あ、遭遇戦とか強襲戦と同じでですか？そうそう。なんでマッチングしてんだ？設定が外れちゃってるからとか？いや今チェックしたけど、やっぱマッチングしない設定のままなんだよな。謎っすね。でこれ、どこ行けばいいんすか？実は自分もさ、マッチング、これが3回目くらいなんよ。しかも過去はすべて自走砲でマッチングしてて、戦車で出てくるの初めてなんだけど。自分はグランドバトル、完全初めましてっすね。ティア10開発したの自体、つい最近だもんねー。ですよー。でもスパコンでハルダウンするなら、多分一番来たっかわっすよね。そんな感じするよね。じゃ期待きます。てか同様のあまり、戦車紹介してなかったわ。イギリスのティア10ヘビータンク、スーパーコンカラーっすね。いやそれはちゃんの乗ってる車両じゃんよ。2位の車両はソ連のティア10ヘビータンクの、エステートバーっすね。そしてこれは、自分のスーパーコンカラー乗り出し2000メッス。いや自分もよこれ、エステートバー、乗り出し初戦ですよ。遅いっすね、2位の車両。自分は先行っちゃいますよ。そう。にしても、こんなに初めて尽くしで、戦場選んでこなくてもよかったのにっすね。何も知らねえっすよほんと。いやまだお前はいいじゃんよ。コンカラーとスーパーコンカラー、全く乗り口変わらないからさ。2位だってエステア人からエステードバーって、飛行が1本増えただけで、同じじゃねえんすか？妹よ、エステードバーはな、エステア人の強化車両ではないのだよ。開発ツリー違うんすか？エステア人は、ISTVD、IS4 号になるんだ。こいつは IS3 バリアントドバーのルートの強化車両なんだ。ソ連ってややこしいっすねー。IS3 から4にならねえですし、4から7にもならねえですし。それは自分も、初心者時代に思ったなー。当時は IS8 なんてのもいたからややこしかった。IS3 が8になって、7になって、4はよそ者ルートなんすよね。理想と現実なのかもだが、理解できなかったな。ってことでちゃんが冗談ルート選んだから、一個下のエリアに入り込んできてみたのだが、これどこまで詰めていいのかさえわからなんだ。自分の方はここでハルダウンするんかなーってとこがありましたね。ならそっちはどうにか頑張れそうだな。こっちは知らん。初めてだからってひよってても始まらんし、ちょっと大胆に行くか。あ、なんか通行車両が見えましたね。お、そっち？そっちが視線上なんか。怖い怖い。エステードバー、これが初めての乗車だけど、それこそティア9の、エステア人は好き好んで未だに乗っているんだよね。ルタ飯もハルダウンもこなせるとこが気に入ってるんだけど、キノコじゃないけど、車体と砲塔はほぼエステア人のそれで、四方が2本になっただけっぽいし、似たような乗り口で乗れるかなー。このダブルバレルの四方は、2連装砲の一斉停車で戦うか、2発のオートリローダーの車両という感覚でも乗れる車両なんだよね。つまり2連射するか静車するか、一発ずつ使って使い方ができるのが特徴と。あぶね、そんなとこにも敵がいたのか。だけどこっちはあんまり向いてこないな。まずは一両。おっと。いや待て待てって。自走砲3発ここに落ちてきたぞ。何両マッチングしてんだし、怖い怖い。よし2発入ったな。静車は安定性に欠けるから、ここは1発ずつ。よし。単発は440平均、それこそエステア人と同じ。ただヒートの貫通力はエステア人の方が30ミリも高く、エステードバーは貫通が低めなのが弱点みたいですね。でもこれ今、垂直安定装置を乗せていないで、このレチクル拡散なんですよね。エステア人よりはるかに飛行の拡散が少ないのは良きっすね。命中精度は微妙ですが。あれ？いやまさか2発とも貫通できないとは。てかしつこいぞ自走砲、もっと狙いやすい敵いるだろうよ。なんで自分になんだ。おう。フライパンが空を舞い上がったぜ。フライフライパンっすね。意味不明な単語だ。こっちはちょっときついっすねー。ミノタウロくんが、がっつりハルダウン決め込んでんすけど。ミノタウロくんってどこ抜けんすか？古事記にも載っている有名な言葉があってな。はいはい。ミノタウロがハルダウンしてたら、無視して自走砲に任せろ。それができなきゃ逃げろ遠く。どっちも期待できねえ。てかなんで重戦車より硬い駆逐戦車なんて作っちまったんすか？迷宮の番人のミノタウロ。スパコン乗ってる時の天敵なんすけど、これこのまま詰めたら危ねえな。下がるか。グランドバトルって全然敵の位置把握できないから、ほんと怖いぜ。待て待て、五式重戦車は効いてないって、勘弁してくれっての。逃げろ逃げろ。
マジで発見済み車両が誰なのかも把握する余裕ないし、どこに敵がいたかも見にくいし、なんなら無線班以外で何が起きてるかもわからないから、恐怖でしかない。おっと277くんすまね、古式対応してくれるんか、それなら自分も。む、砲塔正面の貫通インジケーター、オレンジかよ。やっぱ貫通力の低さを感じるな。今の角度はきつかったな。相手も装填はそう速くないだろうし、ここは押し上げたいが、背面もきついな。やばい、にいこっちきつい、押し負ける。え、マジかよ。すっごい戦力差になってきた。もうちょっとすぐにはいけないが、絶対ヘルプに行くから、敵を引き込みながらこらえててくれ。ういっす、マジでやばい。こりゃ早くキノコの支援にも行かないといけないし、ゴリ押すか。で、お前は聞いてない。く、外した。155mm 砲のローダーは聞いてないって。待て待て。ゴリ押してヘルス削れたら、キノコの援護にも行けないわけだし、あんま無理しちゃいけないな。体力は残さないと、その先の未来真っ暗だぜ。とりあえず五式から。よしよし、じわりじわりと。ボッシュ1号5は引いてるか？装填中なのかな？豚飯でやり合おうかとも思ったが、こんなとこで豚飯合戦したら、ボッシュの装填を待ってるようなもんだな。さらに後ろにも、かなり怖い駆逐戦車さんオンパレードだし。よし、敵も引き気味のようだし、ここは停戦協定だ。はいはい、そうですよね、私もそう思うよ。よしよし、停滞ならそれはそれでよし。今からマイシスターを助けに向かうか。多少敵が引いて2位のいる方に向かったかもっすけど、ミノタウロはじめ、敵がゴリ押してきそうっす。なんかマップ見ると、すごい戦力配分に感じるな。通常戦より車両が多いのもあるけど、赤一色に見えますよね。地形がわからないのもあるけど、ほんと敵がどこに配備されてるのかわかりにくいな。うむ、このルートでなら交代できそうだな。いてて。なるほど、こっちはだいぶ開けた一直線だったのか。ここを詰めていくのは、序盤じゃだいぶきつかったろうな。ってことでおそらく交代成功かな。そっちはどんな感じ？睨み合いって感じっすけど、徐々に敵が詰めてきてますね。ただだいぶ右がいた方に敵が流れていった感じがするんすよね。確かに、なんかマップ見た感じでも、だいぶこっちに陣地転換した敵がいそうだけど。なのでそっちにいたままでもいいっすけど。いや、こっち側もどの道敵が奥で大量にガン待ちしてる感じの配置だから、数が減っている今のうちに、キノコの方の敵を殲滅した方が楽かなって。確かに、パッと耳のタウロくんと、7号重戦車だけに見えますし、まあこっちも自分と、ミリヘルスのバジャーくんだけなんで、体力負けしてますけど。やっぱこっちに私が必要そうじゃんよ。じゃ助けてください。いて、自走砲はきつい。グランドバトルって自走砲何両配備されるんすか？一人狙いされるとマジできついんすけど。通常戦以上に自走砲の車線意識した立ち回りをしないといけなさそうだよな。ちょっと今車線切るためにめっちゃ引いてきてるんで、敵がどこまで詰めてきてるかわかんねえっす。あいよ、あれがミノタウロか。ち、貨物車の向こう側か。自分もミノタウロの方には遮蔽物ないんで、対応は厳しいっす。7号重戦車はターレット、砲塔の首元が抜けるよ。ういっす。あ、ミノタウロはバジャー君が列車したから攻撃できてそうだな。あれは放置して大丈夫そうだな。7号重戦車は2が砲を引き受けてくれたら狙えそうって感じっす。オケオケ、こっちが対応するから発砲を確認してから撃つ感じでもいいよ。ういっす。あとレオパルド1君が来てますね。でもあの位置ならちゃんが顔出さなきゃ機能しない位置だよな。ですです。なら放置だな。出てくるようならこっちで対応する。おうおう、だいぶ無理に撃ちに来るじゃんよ。豚飯でもしてくるかと思ったら、む、発砲しちまったみてえだな。そしたら俺がお前を抜きに行くんだぜ。ゆっくり首元に絞ってー。お、ナイス。ふっくー、俺は知っちまったからな。おめえの弱点を。それなら理解切り狙って足止めだ。装填中っす。あいあい、出てくるようなら対応するよ。むむ、あぶねー、天板に刺さらなくてよかったぜ。はい、首元狙ってー。おーナイス。弱点を知っちまったからな。俺は強いぜ。こいつ行ってやがる。お、レオパルド、引かせはせんぞ。ナイッス。これでミノタウロだけか。これなら一旦自分は、さっきの戦場に戻れそうだな。あざすあざす。なんか壊滅気味じゃんよ。どうだったんかな。なんか7号重戦車の弱点だけ教えにこっち来た感もあるけど。いや、2発入れてくれたり、弾受けしてくれたり、レオパルド倒してくれたり助かったっすよ。
あと敵の弱点は勉強中なんで、アドバイスは助かるっす。裏取りばっかしてきたから、あんまり敵の弱点知らないもんね。キノコは。いや、点で竜自体ほんと最近ですし。おっと、これはこれは、2発で飛ばそうと思ってたんだが、1発でいけたか。おかげでボッシュへ牽制もできたな。南側の味方が押し勝ってくれて裏取りに回ってきてるし、ここは牽制しながら足止めしたいが。うい、自分も来ましたよ。いや、一応ミノタウロ側に敵が回ってたり、バジャー君がやられるときついから、キノコは上を見ててくれた方がいいかも。なるほど、二人で攻め返すにも、キノコは体力ないし、そもそも地形を理解してないだろうから、いきなり行って囲むってのは厳しそうだしね。不用意に側面とかさらしそうですしね。まあ私も今一つ理解してないけど、一度は見たから、ある程度は覚えたしね。よし、ボッシュは引いたな。おわ、そんなとこにバジャーがいたのか。く、だがミリヘルス、時短でしっかりと。あれ、待て待て、車体下部が抜けないだと?270円くらいだった記憶だったのだが、戦闘室側に当たったか。いや、それだって四方下側は310ミリくらいだった記憶が。まあやれたからいいが、貫通力が少し低いのが痛いなぁ。影響を感じるぜ。ミーサー戦、ミノタウロを通しました。おあいつの間に、じゃ対応しに行かないとな。く、回りたい、切れたからよし。さて最後は結局このミノタウロになっちまったか。さあ戦、いや自分の判断ミスでもあるかな。これならキノコも自分の方に来てもらって、玉受けをしてあげながら進軍すればよかったなって。まあまあまあ、初めてずっちですし仕方ねっすね。なかなかにテンパるシチュエーションが並んだからねー。あ、ハルダウンしてるし、ハルダウンしてるミノタウロが正面にいたらやり合わない。チラチラ敵を観測しながら自走砲に委ねるぜ。なんせ4両も残ってるからな。いや全然ダメージ入ってないですけど。お、ナイスナイス、なんとか勝てましたね。車両数多いは知らないマップだわ。初めて乗る戦車だわ。で焦ったわ。自分にとってはティア天重戦車ほぼほぼデビュー戦だったんで、しっかり敵の弱点覚えないとな。戦闘結果です。1バッジをゲット。今も言ったように、初めて乗る戦車でほぼ戦ったことがないマップでの30対30両戦。ちょっとしたイベント戦をやる感覚でもあり、ちょっとしたパニックな試合でもありましたね。自分にとっては初めてのグランドバトル戦でしたからねー。3バッジでしたよ。お、それなりに長弾できてるし、最低限ダメージは取れたんじゃない。まあなんとかっすね。味方がほぼ先にやられてしまった時は、終わったって思いましたよ。なんとかヘルプが間に合ってよかった。あざすあざす。いやしかし敵が30両もいると、どこに誰がいて発見されていない車両がどこにいてどこが車線なのかもわかりにくくて、戦いながらそわそわでしたね。グランドバトルって、自走砲はきっと馬馬で楽しそうっすよね。確かに。比較的安心に砲撃できて、狙える敵がわんさかいそうだもんね。逃げ道も多そうですし。ふう。ともあれ、おそらく初めてのグランドバトルでの戦車戦、めちゃくちゃテンパりました。なんで振られたんすかねー。わからぬ。まあ自分のスパコンの活躍はね、また次回以降にってことで。私のエステードバーも、今後改めて紹介したいですね。焦ってて戦車の余裕全くなかったですし。トッフ、最後はおなじみ、風景画対決。3冠の公安3本勝負、最終決戦っすね。今回は3冠の公安で撮ったネタ写真がテーマです。気に入った方をコメントで教えてね。ではではっす。まったねキノコたっぷりキノコ。よければ2位の T1 スタイルズのチャンネル登録と高評価のポチをお待ちしております。それから自分の動画チャンネルマッシュの部屋でもゲーム実況を始めたので、ぜひ遊びに来てください。以上 T1 スタイルズの妹マッシュルームでした。